スノーマン最新シングル、3日間売り上げが100万枚突破、2作連続初週でのシングルミリオン達成、オリコンランキング。スノーマンの最新シングル、ブレイクアウト、君は僕のものが、本日確定の2024年8月1日付、オリコンデイリーシングルランキングで 4.6 万枚を売り上げ、7月30日付、7月31日付に続き3日連続の1位を獲得。これで、発売初日、転着日、となる7月30日付、オリコンデイリーシングルランキングでの 83.4 万枚、昨日発表の7月31日付での 12.3 万枚と合わせて、累積売上 100.3 万枚となり、3日間売上枚数でミリオンを達成した。初週でのミリオン突破は、自身初の達成となった前作、ラブトリガーウェルゴートギャザー、2024年2月14日発売に続き、スノーマン単独では2作連続の達成となった。2020年1月に、ストーンズ VS スノーマンとしてリリースしたイミテーションレーン DD は別名2作品。